スタートしました。バラついたスタート。1番浅間がダッシュつきません。先行争い15番クラウンの君、1馬身とリードを取って好ダッシュ。内から6番つくばレガーロ並んでいきます。さらには7番トミケンシェルフ、8番ナイアガラモンロー4番手、前から5投目3番ビワサンライズ、1馬身差4番ガルーダが行って5番クリスタルシップ、12番シゲルルミナリエ、この集団の1番外16番セラフィーナ、中段馬群の中に9番パイナバレアが続いています。その後ろですが11番エンクエントロス、外から13番エスティノーバ、あとは2馬身差上がっていきます。14番ベリ様、そのうちに2番メッシュフェアが続いて600の標識を通過、かわして上がっていきます。10番サークルワルツです。あとは1頭大きく離れまして1番浅間最高峰で3、4コーナー中間から4コーナー、あと400の標識を通過。単独トップは15番クラウンの君、リードは5馬身、4コーナーカーブから直線コース、2番手に6番つくばレガーロ、その外8番ナイアガラモンロー3番手、内は3番ビワサンライズ、ちょっと狭いか、200を切った、後方から9番パイナバレアが追い込んでくるが独走になった。15番クラウンの君、リードは5馬身から6馬身、2番手6番つくばレガーロ、先頭15番クラウンの君快勝でゴリデビュー勝ち、2着に6番つくばレガーロ、3着争いが横に広がりました。